陸海空とそれを統合して運用する統合幕僚監部、これらの組織の有効な連携により日本の安全は保たれています。これからは彼ら自衛官たちが実際の現場で何を行っているのか詳しく見ていくことにしましょう。日本の周辺海域を警戒監視する護衛艦てるづき、この艦艇にも警戒監視活動を行う隊員たちがいる。海上自衛隊に所属する藤原雄一さん、護衛艦てるづきに乗艦し海上の警戒監視を中心とした任務の日々。やはり相手の動きが動向が不透明ですので、予想外の行動を起こした際に迅速かつ柔軟に対応できるかといったところが一番大変なところです。全部2番、後部4、5番離せ。全部2番、後部4、5番離せ。24時間体制で常時警戒監視を行い、各種事態に即応できる体制を維持することが大事なことです。やるべきことをやる、そして最善を尽くすといった姿勢を保つことがやっぱ重要だと思います。航空自衛隊にも我が国とその周辺の上空を24時間体制で警戒監視している隊員たちがいる。クラブ領空侵犯の恐れのある航空機を発見した場合には直ちに戦闘機などを緊急発進させる。彼らはその航空機の状況を確認、必要に応じてその行動を監視し、領空を侵犯した場合には退去の警告などを行う。こうしたスクランブルは年間およそ1200回近くに上っているのだ。航空自衛隊に所属する榎本隆一さん、現在は対領空侵犯の任務と防空戦闘訓練の日々。突然緊急発進の指令があったとしても、安全確実に速やかに離陸する体制を維持するために、操縦者はもちろんのことですが、待機についている全ての勤務員がその待機期間中に一定の緊張感を維持し続けなければならないということです。日本の平和と安全、そして国民の皆様の生命や財産を守り抜くために厳しい状況を想定した訓練を実施しています。そういった訓練を通じて自衛隊にしかできない最後の砦としての任務を完遂する能力が身につくからです。ある日突然姿を現す歴史の落とし物、不発弾。地方公共団体などからの要請を受けて陸上自衛隊の隊員たちが処理に当たっている。その件数は全国でおよそ1400件近くある。関東地区の不発弾処理を担当しているのは朝霞駐屯地に所在する第102不発弾処理隊。いつ緊急出動要請があった場合でも出動できる即応体制を維持している。この部隊に所属する渡辺慎一郎さん、4分の1回転回せ。現在は不発弾処理を中心とした任務の日々。いつ爆発してもおかしくないと思って訓練の方をしております。警察からの情報としては年間約300件ありまして、その中で私たちが現場に急行しなければならない危険なものについては年間約50件あります。取り扱いを間違えると爆発する危険がありますので、疑問がないように、自分の中で疑問を残さないようにしっかりと訓練をして処理を実施するように心がけています。この地震は日々の厳しい訓練を経て築き上げた技術と仲間との強い絆によって支えられているのだ。我が国の安全は自衛隊という専門性に裏打ちされたプロフェッショナルな集団によって守られていることをお分かりいただけたことと思います。今後も防衛省自衛隊はあらゆる事態に対応するため専門性を発揮し、我が国の領土、領海、領空を守り、国民の命と平和な暮らしを守り抜いてまいります。